はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は最近 Windows 10 から Windows 11 にアップデートしたその辺のところを皆さんにお伝えしていきたいと考えています。ネットの情報なんかでは賛否がありますけれども、僕はおおむね11にしてとっても良かったと感じています。いろいろ心配になっていた僕が主力にやっています DAW や動画編集、グラフィックス、その辺のところのソフトは全く問題なく動作しています。体感的に良くなったと感じたのはスピードが速くなったということです。速くなったといってもなんかそうかなというほどの程度ですが、グラフィックボードの利用の仕方が良くなったのか、画面表示が速く感じたりしています。そういう良くなったこと、悪くなったことという中で、悪くなったということが一つだけあります。それはスタートメニューということです。それをどうやって改善したか、そこらを今日は中心にお話ししていきたいと思っています。今画面にあるのは僕のメイン画面です。画面の下の方にこのような形でアイコンが並んでいます。通常 Windows 11にしたら、今まで左端の方にアイコンが並んでいたものが真ん中に並ぶようになります。 Windows アイコンをクリックするとこのようにスタート画面が変わりました。上にピン止めをしたファイルがありまして、下側におすすめというのがあって、このサイズで見れるようになっています。もちろんピン止めはたくさんしてありますので、マウスのホイールを回すと、僕の場合はたくさんのアプリが登録されています。ここだけが Windows 11になって不便になったところです。 Windows 10 の時はこれを分類分けして表示できたりしていました。あと大きく変わった点というのは、このようにファイルエクスプローラーを出しておくとします。右クリックでコピーというのをしたと思うんですけれども、ここにコピーという項目がありません。それは上にこのようにアイコン化されたということです。これがコピーです。そして左に切り取り、カットというのがあります。そしてここで仮にコピーを選びますと、もう一度クリックをしたりすると、ここに貼り付けのアイコンだけがこのように出てきたりしまして、操作性でちょっと慣れが必要なのはこの部分かもわかりません。それ以外のところは、まあ確かにこの辺のところも並び替えとかいうのが変わったり、表示をここで変えるとか少し変わりましたが、良くなった点は新規作成などがはっきりこのように文字になって、フォルダーを作ったりするのが分かりやすくなりました。もちろん過去のような操作ができないわけではありません。右クリックをしましたら、ここにその他のオプション表示というのがあります。もしくはショートカットでは Shift F10 ですけれども、そうするとここに以前と同じように切り取り、コピーなどがありますし、削除もここに出てきます。そんな中で先ほども言いましたように、スタートメニューが Windows 10で慣れていたのと大きく違うわけです。このようになってしまいました。それをどのようにして変えたかと言いましたら、ネットなどを探しているとスタート11というような便利なソフトがあるということが分かりました。インストールするとこのような画面です。このスタート11をオンにします。そうするとスタートメニューのアイコンがこのように変わります。 Windows 10でやっていたように、僕の場合デザイン系、音楽系などとここでいろいろ分類分けをできるようになったり、ここにはページというのも作れたりするような、このスタート11ならではの便利な機能、例えばここでニューページというのをやります。
すると新しいページができたりして、画面の下の方にバーがあります。そしてここを選ぶとこのようにページチェンジができるようになったり、とっても使いやすくなっています。スタート11について少しお話をしたいと思います。スタート11はこのようにスタードックという会社が開発していまして、この URL はまた概要欄にも貼っておきますが、Get it now というのを押すと、このように有料化のメニューが出てきます。1台のパソコンだけを中心に使っている人は、この863円のプランを購入すればいいですし、僕の解説を見ても不安という方は、30日のトライアルがありますので、それを試してみてください。複数台持っている方はこちらを買っておく方がいいと思います。5台のパソコンまで登録ができるようになるプランで2159円です。僕は別にこのメーカーから報酬をもらったりしているわけではありませんが、 Windows 11にした人はできれば購入しておくと便利だなと感じています。僕の仲間や DTM の生徒さんなどにはおすすめしている超便利なソフトです。まあ便利といっても使うのはピン止めのカテゴリーを変える程度で、1回セッティングしたらそんなに難しいこともありませんし、親切に日本語で解説してくれてる方もいますので、僕は細かな解説まではいたしません。まずこれをゲットしてインストールをするというふうにすれば、超快適に Windows 11が使えるようになります。このソフトは大きく分けてここにありますように4つのパターンができまして、 Windows 11のままで良ければここを Windows 11 Type というふうにしましたら、このように Windows 11 Type になりますし、そしてこれを Windows 10 Type というのを選んでおくと、このような Windows 10 の時にありましたようにピン止めのカテゴリーがうまく表示できるようになっています。いや、 Windows 7 の時の方がいいんだということであれば、 Windows 7 Type というのにもできます。そしてここにサブスタイルがありますので、まあ、ここで選ぶとWindows の7の時にあったようなスタートメニューに変わります。じゃあ僕が一番推奨するのは、好みの問題もあるんですが、 Windows 10 Type にしておきます。そして変えるのはこのコンフィギュレーションメニューなどのところを選択すると、いろんな項目があります。ここも日本語解説サイトなどを見ていただいたらいいと思いますが、重要なのはこのタスクバー関係です。タスクバーのタイプがこのようにありまして、ボタンだけが並んでいるというタイプに今はしています。でも例えばサムネイルズというのを選択したりしますと、今立ち上がっているソフトがこのように文字も一緒になりますので、文字の書いてあるのは今立ち上がっているソフトだと一目でわかるので、ソフトの数が多くない方はこれを選ぶのがいいでしょう。でも僕のようにソフトをタスクバーにたくさん登録しておきたい人は、この Always これを選択するとコンパクトにまとめられます。あとはこのようにいろんな項目がある中で色を変えたりすることができます。ここでピックカラーというのを選択できまして、例えば真っ赤にしてみます。そうしまして OK をするとこのように赤くなります。テクスチャーと一緒にしたりしているので、若干皆さんにはピンク色のように見えているかもわかりません。まあ何せこの辺のところはあまり変えなくてもいいので、重要なところはこの4つのスタイルからどれを選ぶかということです。そうしましたら Windows 10 の時に慣れ親しんだ登録ができまして、例えば何かのソフトを1つ登録してみましょう。
Apple の iTunes などをアップデートするようなこういうソフトがありましたら、ここで右クリックをするとピンとスタート11というのが出ますので、これを押すとこのように表示されます。そしてまた全く白紙のページにこのようにアプリを登録することができまして、サイズなどを変えることができます。スモールとするとこのように小さくなります。これをラージにするとかなり大きくなります。大きくしておくとアプリ名が表示されたりします。カラーなども変えて色を変更することもできます。またこのように先ほど作ったグループの名前を変えたり、この順番を変更するというようなことも可能です。いろいろ変更ができるところがとっても便利になっています。またこれはスタート11の専用の機能ではなく、 Windows 10からついたタスクビューという機能を皆さんはあまり使っておられない方が多いです。タスクビューは画面の左下のアイコンの3つ目でして、これを選択するとこのような画面に切り替わります。そして今立ち上がっているソフトがすべてこのように表示されます。このタスクビューという機能は Windows の中でデスクトップのページを管理するようなものでして、通常このようにしておくととってもたくさんソフトが煩雑になりますよね。こういうフォトなんかも出します。また他にメモ帳も出します。これがたくさんになると対象化をしてみたりとか、いらないものであったら消してしまうとかいうような使い方ですけれども、例えばこの画面下にありますようにデスクトップ1にはこのようなソフトの構成になっていて、デスクトップにはこのようになっているとします。これはいちいち切り替えなくてもコントロールと Windows と矢印キーでこのようにすぐに切り替えができるようになるわけです。このようにするとデスクトップ画面が煩雑になりません。とってもすっきりした環境でできますし、先ほどから3つ目のボタンを押していますが、それを押さなくても Windows キーとタブキーでこの画面を出すことができます。例えばデスクトップ1にこのような3つのソフトが立ち上がっているとします。ここで新しいデスクトップというのを押しますと、全くこのように新しいデスクトップができます。ここに左の上のスタジオ1だけを持っていきましょう。はい、こうするとデスクトップ1と2が、2にはスタジオ1、そして1の方にはこのソフトというふうに使い分けができるということになるわけです。 Windows 10もしくは Windows 11の方はこのタスクビューをうまく使ってやると作業効率がとっても良くなります。ぜひともチャレンジしてみてください。 Windows 11にしてみた僕の感想は、とっても不安に思っていたことがほとんどなく、まずうまく動いています。スタートメニューだけが Windows 10の時の方が良かったというのがありましたので、スタート11という800円ぐらいのソフトを入れてみたという報告と、もう一つはタスクビューという機能をうまく使いましょう、この3点をお話ししてみました。もう嫌でも Windows 11の時代になっていきますので、デスクトップの使い方を上手にして効率の良い Windows ライフにしてください。村長でした。